フィギュア、羽生譲る3連覇へ現地で初の調整。2022年2月7日15時45分。北京オリンピック8日から始まるフィギュアスケート男子シングルで3連覇を目指す羽生譲る選手。現地入りして初めて練習用のリンクで調整しました。練習の様子を随時更新してお伝えします。北京との時差は1時間。 現地時間は日本よりも1時間遅くなります。羽生調整の様子は、現地14時2分引き締まった表情でリンクに、羽生譲る選手が練習用のリンクに姿を見せました。羽生選手が報道陣の前に姿を見せるのは今大会初めてで引き締まった表情でした。現地14時5分白いジャージ姿で黒い手袋。 練習用のリンクで練習を始めた羽生選手は白いジャージ姿で黒い手袋をはめてリンクを滑っています。本格的に練習報道陣も動きに注目。着ていた浮気を脱いで本格的に練習を始めました。3回転フリップやループを飛んでジャンプの感触を確かめています。練習用のリンクでジャンプなどの練習を続けています。 羽生選手は練習の合間に何度もうなずくような仕草を見せていました。日本や海外の報道陣はリンクの周辺で取材していて、羽生選手の動きに合わせてカメラを向けています。現地14時16分、4回転からの連続ジャンプも、練習で4回転トーループや4回転からの連続ジャンプを飛びきれいに着氷していました。 現地14時20分繰り返しトリプルアクセル。羽生選手は練習で繰り返しトリプルアクセルを飛んで感覚を確かめています。羽生選手は今大会で世界で誰も成功したことのない4回転半ジャンプを構成に入れる意向を示しています。現地14時25分4回転半ジャンプにも 4回転半ジャンプ、クワットアクセルに繰り返し挑戦し、着氷でバランスを崩すなどしていました。現地14時40分30分ほどで練習終了。羽生譲る選手が練習用のリンクでの練習を終えました。羽生選手は周囲に頭を下げた後リンクから離れました。羽生譲る点と地とを披露。4回転アクセルは決まらずも上々な初滑り。 フィギュアスケート男子で94年ぶり五輪3連覇がかかる羽生譲るアナが7日サブリンクで初練習したフリーテントチトの曲掛けは冒頭のクワッドアクセル4回転半で転倒し4回転サルコーは着氷が乱れたが続く3回転半2回転トーループ3回転フリップ4回転3回転の連続トーループ4回転1オイラー3回転サルコー。 最後のトリプルアクセルを決めていった。羽生は直前まで日本で調整を行い、6日に北京に到着した。男子ショートプログラム SP は8日、フリーは10日に行われる。8日の羽生の滑走順は21番で日本時間13時19分登場予定。羽生譲るついに北京の公式練習に登場ジャパンのジャージ姿に海外興奮、キングご到着。 五輪公式 SNS が公式練習の写真を公開。羽生譲る写真 AP。フィギュアスケートの北京五輪男子代表、羽生譲るアナが7日、北京で行われた公式練習に登場した。五輪公式ツイッターは練習リンクに足を踏み入れた羽生の写真とともに速報。海外ファンからもキングのご到着。正式に開幕したなどと歓喜の声が上がっている。 画像、キングご到着。羽生がここに北京入りし、公式練習に登場した、羽生の写真。決戦前日、ついに羽生が北京のリンクに立った。五輪公式ツイッターは、白いジャパンのジャージに袖を通した羽生が、練習リンクに現れたことを速報。写真とともに、親愛なるツイッターへ、羽生がここにと文面で伝えた。 6日に北京入りしていたことが、現地メディアにも伝えられていた羽生待ちわびていた海外ファンからは、キングのご到着。冬が来た。キャーついに、頑張って。どうか毛がなく。やっと、羽生はとんでもなくすごい。これが見たかった。五輪が正式に開幕したなどと、投稿間もなくからコメントが続々と寄せられていた。 羽生は男子シングルで94年ぶりの3連覇を目指し、8日のショートプログラム SP、10日のフリーに臨む、羽生譲が練習リンクサイドには、プーさんカラーのティッシュケース、北京五輪フィギュアスケート男子 SP、8日首都体育館、男子に出場する羽生譲が7日、初めて会場での練習に参加した。 リンクサイドに置くティッシュのケースは愛用のクマのプーさんではなくシンプルなデザインのものが配置されていた。ただ色合いは山吹色が基調となっている中に赤色があしらわれておりプーさんと同じ配色だった。ニット状のデザインだった。フィギュア SP 滑走時間。羽生は8日13時19分。宇野は25分から。 北京五輪は8日、フィギュアスケートの男子ショートプログラム SP が行われる。30選手が出場し、3連覇を狙う、羽生結弦は21番目、平昌五輪銀メダルの、宇野正美学は22番目、昨季の世界選手権2位の、鍵山優馬は27番目、世界選手権3連覇の姉さんチェン、ベイは28番目に滑走する。 画像、全日本選手権の男子フリーで演技をする、羽生譲る。フリーは10日に行われる。SP の主な選手の滑走予定時間は、次の通り。フィギュアスケート男子 SP、主な選手の滑走予定時間、すべて日本時間。11時53分、ヴィンセント像・像米12時26分、マーク・コンドラチュク・ロック。13時19分、羽生譲る。 13時25分、宇野昌磨。13時31分、写春館、勘。14時4分、鍵山優馬。14時11分、ネイサン・チェン、ベイ。14時23分、ジェイソン・ブラウン、ベイ。羽生ゆずが、北京で初練習、4回転を次々着氷。各国の報道陣殺到。 北京オリンピックに出場するフィギュアスケート男子の羽生譲るアナが7日午後、北京入り後、初めてリンクで練習を始めた。フィギュアスケート男子として94年ぶりの3連覇を狙う羽生の初練習に各国の報道陣が集まる中、羽生は4回転サルコウや4回転トーループなどを飛び、着氷。クワットアクセル4回転半ジャンプも試みた。羽生は6日に現地入り。 その際は取材に応じずコメントも発表されなかった。8日に行われる30選手によるショートプログラムでは21番滑走で日本時間午後1時19分ごろ演技を披露する。